まあ、私あの企業で働いてましたけど、学生時代はあの AI とかロボットの研究をやっていて、基本的にはあのデザインとは関係ないんですけども、その会社に入ってからあのメーカーの研究所にいましたけれども、まあ、その時に、まあ、ソフトウェアアーキテクチャというか、まあ、平たく言えば携帯を使った、まあ、サービスの研究みたいなのをやってたんですけれども、まあ、なかなかその何て言うんですかね、世の中にこう受け入れられてもらうような広がるようなものができなくて、それでまあどうやったらいいのかっていうところの、まあ、何て言うんですかね、解決方法というか、まあ、その辺りの何を作ったらいいかっていう、まさにデザインなんですけど、そのところでまあちょっと接点があるのかなと。あの京大のデザイン学って、まあいろんなあの研究家が混じって、いろんなあの専門の人があの混ざっているので、まあ、いろんな視点から物事を見て考えて、それを、まあ、形にしていくっていうことを、まあ、やるところなんだろうなと思ってますけれども、まあ、まずはあの教育としてそういうプログラムをちゃんと作るのが先なんですけれども、まあ、私の思いとしては、企業サイドの人にもこうあの絡んでもらって、まあ、そういうそのメーカーであればものづくりとかいうところにこう生かしてもらいたいなっていう思いがあります。そうですね、あのやっぱりメーカーでその会社の中で閉じてあの考えていく物事を考えていくと、まあ、うまくやってるメーカーもありますけれども、うまくやってる会社もあるんですけれども、やっぱりすごくこう思考が偏ってしまうので、まあ、そういう意味であのメーカーと大学がっていうのの前に、まずはいろんなこう人を巻き込んで取り組んでいく、まあ、平たく言えばオープンイノベーションですけども、まあ、そういう活動はすごく役に立つんだろうなと思います。あと企業っていう意味だと、まあ、企業はどうしてもこう最終的にあの売り上げにつながらないと、まあ、たとえ研究であっても最終的には売り上げにつながらないといけないので、そのゴールから考えるということを、何のためにやってるのかっていうのを割と考えるんですけど、そのあたりも、まあ、少しあの大学っていうかアカデミアでの研究でもやっぱりちょっと必要だとは思うので、まあ、研究のための研究になってはいけないというか、その辺をこう意識するっていうのは、まあ、一種のトレーニングなんだと思いますけれども、まあ、そういうところもあのうまく、まあ、人材育成という面でやっていけたらいいのかなと。今その社会の問題を解決していくときに、いろんな分野の専門知識を持った人たちがこういろんな視点から考えていくっていうのが大事だというふうに、あの京大のデザイン学では言っていて、やっぱり京大ってあのユニークじゃないですか。いろんなところにいろんなあの専門家がいて、何かわからないんだけど、すごい深い話をやっている、まあ、そういう人たちがこうどうやったら連携できるのかっていうのは、あの、まあ、一見京大らしくないんですよね。あの京大って割と自分勝手にやっていくという感じがあるので、まあ、そういう人間がこうどうやってこう連携していけるのかっていうところを、まあ、研究するっていうのはすごくあの京大らしいといえば京大、ある意味京大らしいというか京大でしかできないと、あのなんていうんですかね、企業の人もそうだし、大学のサイドもそうだし、まあ、そこから出てきた人材もそうなんですけど、いろんな人と協力してなんか物事を作っていったり、まあ、デザイン社会デザインをしたりっていう、まあ、そういうそのなんていうんですかね、大きなあの活動というかうねりになればいいなというふうに思っています。私自身は、まあ、あの研究ももちろんあの、まあ、そのうまくそのデザインするための、まあ、手法というか、そういう面での研究っていうのはあのやっていきたいなと思いますけど、まあ、究極的にはあのこのなんていうんですか、日本とか世界でこうまだ手つかずになっている問題がたくさんあって、まあ、そこをこう解決していける、この人をこうたくさん出すっていう、まあ、そっちの方がどちらかというとゴールですかね。まあ、一人では到底そういう問題を解決できなくて、私があの、まあ、あの周りの人と連携したところで、まあ、できることっていうのは限られているので、やっぱりそういうところをあのそういう問題解決をしていける人材をたくさん出すというところがやっぱり目標かなと思いますね。そごう先生にとって今何が問題なんですか？そうですね、デザイン学とは何なのかっていうのがまだわからないっていうところが問題なんですけど、そこを定義しなきゃいけない。なるほどね。